方です。よろしく。もうね、こちらでもきっと皆さんに悟空は愛されてると思うんですね。これからもずっと私な父さん、報告が遅くなってすいません。僕父親になります。自分だけで強くなったんじゃねえからな。それに勝てなかったしよ。でもビルス様、宇宙最強なんでしょ。すごいよ、2番目だって。もうレース終わっちまったんか。ね、もうレース終わっちゃったの。あー、楽しみにしてたのに。僕もみんなと一緒に走りたいぞ。わがまま言っちゃダメだよ、ゴテ。きっとまたみんなと走れるチャンスがあるから。はーい、僕ドラえもんです。今日はみんなで一緒に英語の歌を歌いましょう。では ABC の歌から始めましょう。父ちゃんたち、青っ鼻のトナカイに会ったかい。バカ言うんじゃないよ。たかだかトナカイが海へ出るなんて話聞いたことないね。そうだよ、トナカイだ。でも男だ。タカと僕たちは友達。友達って僕よくわかんない。でもきっと僕が今タカとタカとだって思ってる気持ちがそうなんだって思う。キルモン。何？そりゃ嫌だよ。でも死んだ母さんが僕によくこんなことを。人間いざとなったら居直りが肝心だ。弱く貧しい人間が生き延びる方法はそれしかないって。車掌さん、退屈し、こんなめちゃぶりやと思うんですけど、こんなセリフ作って生きたんですよ。これやるんですか？いけますか？いいですよ、お願いします。でちょっと立ってでいいですか？私ね、セリフ座ってはちょっと言いにくいんですよ。そうなんですか？はぁ、あ、ここがドラゴンボールランの会場か。なんだかお祭りみてえでワクワクすんな。よし、一丁一番目指して走ってみっか。え、もうレース終わっちまったんか。ね、もうレース終わっちゃったの。あー、楽しみにしてたのに。僕もみんなと一緒に走りたいぞ。わがまま言っちゃダメだよ、ゴテ。きっとまたみんなと走れるチャンスがあるからさ。いやー、俺もみんなと一緒に走りたかったぞ。まあ、終わっちまったもんは仕方ねえな。次回は俺も走るぞ。みんな、また絶対に来てくれよな。すごかったんじゃないですか。どうもありがとうございます。ありがとうございます。アテレコにあたり、まずは準備の発声練習ですか？全くしません。発声練習とかなんとか。発声練習しない。他の人も発声練習はしないんじゃないかな。さすがは孫悟空を演じる野沢雅子さん。早速アテレコへ。アニメのアテレコは専門のスタッフが流す映像に合わせて声優さんがセリフを当てていきます。おめベジータみてえに頑固なやつだな。悟空を演じる野沢さん、そこにお父さん。おう、ごて、なんで学校も終わったんか。今日は日曜日だよ、お父さん。そうか、休みか。あ、じゃあちょっと代わりにこいつ運転してくれ。うん、いいけど。すごい。ドラゴンボールでは悟空とゴテン、それにご飯も合わせた3つの役を演じている野沢さん、瞬時に2つの役を演じ分けます。すごい。修行してたの？どう演じ分けてるんですか？絵を見て、絵見て、悟空が喋ったらすぐ悟空でセリフ出ますし、ゴテンになったらすぐゴテンに切り替わるんです。
野沢さんは普通のことのようにおっしゃいましたが、なかなかプロの声優さんでも瞬時に演じ分けられる人はいないんだとか。ここで野沢さんにアテレコで一番大切なことを教えてもらいました。その役になりきることですよね。やっぱりそれになって生きたセリフを言わなきゃいけないわけじゃないですか。生きてる人間にしなきゃいけないわけだからね、絵をね、命を与えるわけですから私たちが。だからあまり気にすることはないんですけど、自然とパッと入っていけてすぐに、そうすると生きてそれぞれが、いろいろ暴れてくれると思うんですよね。キャラクターになりきり生きたセリフを言うことで、そのキャラクターに命を吹き込む、これが声優の仕事の真髄なのです。野沢雅子です、よろしく。もうね、こちらでもきっと皆さんに悟空は愛されてると思うんですね。これからもずっと私な。父さん、報告が遅くなってすいません。僕父親になります。自分だけで強くなったんじゃねえからな。それに勝てなかったしよ。でもビルス様、宇宙最強なんでしょ。すごいよ、2番目だって。もうレース終わっちまったんか。ね、もうレース終わっちゃったの。楽しみにしてたのに。僕もみんなと一緒に走りたいよ。わがまま言っちゃダメだよ、ゴテ。きっとまたみんなと走れるチャンスがあるから。はい、僕ドラえもんです。今日はみんなで一緒に英語の歌を歌いましょう。では ABC の歌から始めましょう。父ちゃんたち、青っぱなのトナカイに会ったかい。バカ言うんじゃないよ。たかだかトナカイが海へ出るなんて話聞いたことないね。そうだよ、トナカイだ。でも男だ。タカと僕たちは友達。友達って僕よくわかんない。でもきっと僕が今タカとタカとだって思ってる気持ちがそうなんだって思う。チルモ。何？そりゃ嫌だよ。でも死んだ母さんが僕によくこんなこと。人間いざとなったら居直りが肝心だ。弱く貧しい人間が生き延びる方法はそれしかないって。車掌さん、退屈しのぎに車内レクレーション大会って行こうよ。ネンドロイドファンの皆さん、こんにちは、野沢雅子です。今回私から一つお知らせがありまして、なんとネンドロイドの私のフィギュアが登場します。いやー、うわー、すごいですね。そのまま実際に画像があるんで、こちらをご覧ください。表情もバリエーションもあって、とっても面白いですね。いやー、こんな可愛く作ってくださって、嬉しいです。ということで、皆さん欲しくなりました？どうです？私のネンドロイドは絶賛予約受付中です。それでは、野沢雅子でした。バイバーイ。おはよう。やるじゃねえか。揃ったら今この世の中こんなあれじゃないですか。もう、ね、静かな日本、世界、それを願いますね。これちょっと辛いですもん。私事ですけれども、つい先頃ペットのワンちゃんが亡くなって、もう一回戻ってきてくれないかなとか思うので、そう
ワンちゃんたちと話ができたりとか、うーん、もう一度こう抱いてあげたいなとか思ったり、それをなんかシェンロンが出てきたら頼んじゃいそうですね。それを現実になんかしてほしい。もまあ、僕もね、なんか世界が平和であったらいいなとは思うんですけれども、うん、そんなもうなんか大それたことをちょっと僕も分かんない、目に届かないとかも分かんないんで、うん、もう僕はなんか目に届く範囲、僕の親しい人が全員健康であればいいなと思います、うん、はい、僕です。僕ギャルのパンティーですね。いいな、パンティーね。なるほど、さすがだね、もううちとしてはもう最高だよね、うん、はい、ギャルのパンティーを送れだよね。ギャルのパンティーを送れです、じゃ飛んでこなきゃダメね。この状態だよね、ひらひらひらって、はい、はい、あれを体感して買うのは嫌なのね、自分で体感したい。誰のだよっていう体感ってのはいいんだよ、あれを経験してみたいです。おめえだけは絶対に許せねえ。あ、言ったぞ。Sitting next to her when she does vocal voices, I can feel her change into something else. I can feel her channel, it's like muscle, then suddenly I can feel Goku. It's amazing. And she said, I have two, and the first was, only you I will not forgive, to which he's a wild and immoral. And the second one was, I'm hungry.見てくれよな、映ってる？いきます。